関東地方に最も近づくのが9月28日水曜日の午後5時の時点の予報となって ておりますが、この時の中心気圧は995ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も高いところで19メートルという値を指し示していますので、台風に成長発達する予報にはなっておりますが、この後天候が行われてですね、北東の海上へ徐々に徐々に離れていく新予想を指し示しています。台風速報。速報の時間がやってまいりました。台風17号。クラーの候補となる卵らしき熱帯低気圧の通過戦2022年9月26日。 月曜日朝5時43分28秒現在の最新情報を速報でお伝えしてまいりますご覧いただいているのはウィンデーの GFS モードなんですがフィリピン・ルソン島の西側の南シナ海の海上にあるこちらの等圧線こちらが台風16号のルールになります そしてもう一つ、日本列島の南の海上ですね、小笠原諸島近海を北上しているこちらの等圧線、9月27日火曜日夜8時の時点の予報なんですが、中心気圧は985ヘクトパスカル、周辺の最大風速19メートル、20メートル前後を指し示しているこちらの等圧線が台風17号、クラーの候補となる熱帯低気圧の等圧線となります。28日からですね、えー、日本列島 の関東地方、南東の海上にまで接近するんですが、この辺りから南東の海上へ進路予想を変更して、徐々に徐々に退散していくというこの予報、これは昨日お伝えした動画と変わりません、この辺りから等圧線のですね幅が広くなっていき、勢力も徐々,に徐々に増してはいくんですが、30メートル前後まで、日本列島 北東へ近づいてくることなく、その会場へ退散して行ってくれています。気圧、この配置とですね、それから上空1万メートルを流れるジェット気流、偏西風ですね。この流れによって でし流されていいくとと、えー、うことはででですね昨日の動画で、えー、お伝えした通りでありますあくまでも予報レベルの話なので、まあ、実際にこの通りになるかどうかというのは、その時になってみないと分かりませんが、まあ、とりあえず GFS モードではですね、台風17号、クラーの後方となる、えー、熱帯低気圧の等圧線は、まあ、小笠原諸島近海は通過してしまうものの、この辺りですね、日本列島、本州への最接近および上陸というのは、 あ,ありませんよという予報になっております。えー、ご覧いただいている気圧配置図、10月1日土曜日の午後7時の時点の予報になります。この台風16号、クラーがベトナムの方へ上陸した後ですね、もう一つ、うん、南シナ海に台風18号、ローキーの候補となる卵らしき熱帯低気圧の等圧線が現れ始めます。 10月1日土曜日の朝4時の時点の予報ですね。で、こちらもですね、徐々徐々に成長発達しながら、あベトナムの方角、うん、中国海南島の南のあたりを通過して、えー、やはりですね、ベトナムの方へ上陸するのが10月3日、朝6時の予報となっているんですが、まあ、いずれにしましてもですね、仮にこの等圧線が台風18号ローキーに成長発達するにしても、日本列島の 本土からはですね、遠く離れた位置に、駒を進める進路予想となっておりますので、さしてですね、大きな心配の種となる予報ではないのかなというのが、私個人の、私個人の感想となります。これは予報ではありません。で、このあと、一番先の方ですね、GFS モード。 アメリカの GFS モードでは、この後台風19号、ソンカーの 候補となる卵らしき熱帯低気圧の東圧の線、まあ、この辺りにですね、1個同心円状の等圧線、フィリピン・ルーソン島の東の海上に現れはするんですが、目立った動きはないというのが、ウィンディーの GFS モードの最新情報となります。ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モードでも見てまいりましょう。台風16号、ノルーの等圧線が南シナ海に一つ。 そしてもう一つですね、台風17号、クラーの候補となる 卵らしき熱帯低気圧の等圧線が日本列島の南の海上、小笠原諸島の南の海上に南西の方角へ進みながら北上してくる進路、えー、予想をたどっております。同心円状の等圧線が形成され始めて、徐々に徐々にですね、えー、成長発達を続けながら、9月27日火曜日の朝7時の時点ですね。明日の時点ではあもう非常にいい 色が濃くなってきています。台風の規定値である、毎秒17メートルを超える、毎秒18メートルのところも出てきながらですね、等圧線の間隔が狭くなり、かつ幅が大きくなってまいりました。こちらが台風17号。 クラーの候補となる熱帯低気圧の等圧線の進路予想となります。で、こちらも ECMWF モードもですね、GFS モード同様に小笠原諸島近海は通過してしまうんですが、日本列島の本土、本州の関東地方へ最接近してくる前に天候が行われて北東方向へ向かい始めます。 9月の28日水曜日から9月29日木曜日の午前2時の予報では北東方向へ駒を進める進路予想となっておりますこの時もですね成長発達は続けながら等圧線の大きさも大きくなってはくるものの幸いなことに日本列島の本州へは近いず 近づいてくることなく北東方向へ離れていく進路予想が描かれています。で、この時のですね、フィリピン海ですね、えー、熱帯地域及び熱帯地域で新たな台風18号、ローキーの候補となる熱帯低気圧の等圧線の形成、 というのは、まあこのはこ日本列島の南東の海上に怪しい動きをする等圧線は1個現れてはくるんですがこれはおそらくただの低圧部であっておそらくではありますが私個人の感想では。 台風18号、ローキーに成長発達する等圧線にはなり得ない可能性が極めて高い予報となっております。一番先の方ですね、10月の5日水曜日の夜8時までとなっておりますが、台風17号、クラーの候補となる熱帯低気圧の等圧線以外の新たな 等圧線のの形成というのは ECMWF モードではなされておりません。ドイツ気象局ダイチャ・ウェッター・ディーンツの気象モデルをベースとするアイコンモードでも最新情報をご覧いただきましょうフィリピン・ルソン島の西の海上ですね、えー、南シナ海にあるのが台風16号クラーの等圧線になります そうしてもう一つ、台風17号、クラーの候補となる卵らしき熱帯低気圧の等圧線、えー、同心円状ではありませんが、小笠原諸島の南東の海上に活発な対流活動を表す気流の渦、熱帯上乱の等圧線、一つ見えますね。で、この後、アイコンモードは5日間予報なんですが、GFS モードならびに ECMWF モードと同じ動きを見せます。この予報円ですね。 関東地方に最も近づくのが9月28日水曜日の午後5時の時点の予報となって おりますが、この時の中心気圧は995ヘクトパスカル、周辺の最大風速最も高いところで19メートルという値を指し示していますので、台風に成長発達する予報にはなっておりますが、この後天候が行われてですね、北東の海上へ徐々,々に離れていく進路を指し示しております。そして台風18号ローキーの候補となる熱帯低気圧の等圧線怪しい動きを見せるのがですね、30日の予報で。 でではあるんですが沖縄県の沖縄本島の南の海上ですね、この辺りに同心円状の等圧線が現れては消え現れて、現れては消えといったこの最新情報、アイコンモードで示されてはいるんですが、まあ、非常に弱い気流の渦が形成されている予報となっております。19日日日ですねあ失礼しましまた30のの金曜日の午後 9時の時点ではですね、こちら、活発な対流活動を表す気流の渦、この中心の位置が沖縄本島の那覇市の南西の海上にまで最接近しているのがお分かりいただけるでしょうか。ただ、これが台風18号、ローキーの卵になるかどうかというのは現時点では分かりません。えー、まあ今後の動向に注意といったところでありましょうか。 これがウィンリーのですね、3、えー、モードの比較による最新情報となります、えー。注意すべきは台風17号、クラーの候補となる熱帯低気圧の等圧線ということになります、えー。気象庁の最新情報もご覧いただきましょう。熱帯低気圧 A の発生がすでに発表されている台風17号、クラーの候補となる台風の卵、熱帯低気圧の予報円がこちらになります。 26日、本日3時の実況では熱帯低気圧の状態で、小笠原近海に存在地域が表示されております。熱帯低気圧 A の中心位置なんですけれども、北緯22度05分22.1度、統計百144度20分144.3度となっております。こちらのバツ印の位置がそこに当たるんですが、こちらの位置をですね、Google マップで表示すると、この赤いポイントの位置が 気象庁でお示しした今現在の熱帯低気圧 A の存在位置ということになります。東京駅のですね、えー、ど真ん中、こちらからの距離を測定しました。するとですね、えー、東京駅のど真ん中から、 1572.77キロ、977.27マイル、南南東の海上ですね、この星印の位置がですね、硫黄島なんですけれども、こちらのフィリピン海の海上に今現在、台風17号、クラーの候補となる卵らしき熱帯低気圧の等圧線が位置するということになっております。<laughs> それでは今後の気象庁の最新情報を見てまいりましょう。 26日、本日午後3時の予報では死別が台風となっておりますので、今日の午後3時には台風に成長発達するという最新情報が気象庁から発表されています。こちらの予報円です。 26日の15時、小笠原諸島の南の海上に北北西に進みながら台風に発達しています。父島の南約290キロの位置ですね。中心気圧は1000ヘクトパスカル。非常に弱い勢力。進行方向と速さは北北西の方角へ25キロ。ですからあ、ロードバイクと同じぐらいのスピードということになりましょうか。中心気圧の最大風速はあ毎秒18メートルですから、ギリギリ台風の規定値である毎秒18 17.2メートルを超えてくるという弱い勢力の台風の状態です27日の3時明日の午前3時には えー、市別は台風のまま、父島の南西約160キロの位置ですね。進行方向と速さはあ、若干落として北西の方角に20キロ。ママチャリを全速力で漕ぐぐらいの速さです。中心気圧は1000ヘクトパスカルと変わらず、中心付近の最大風速18メートルとなっておりますので、弱い勢力のまま、駒を進める新路層となっております。27日の3時、えー、こちらの予報円になります。そして28日3時の予報、こちらの予報円、えー、日本列島 東のの関東地方へ最も近近づいていてる位位置置小笠原近海の位置にあります中心付近の最大風速23メートルで中心気圧は992ヘクトパスカルにまで下がっていますから若干ですね台風としての勢力は発達した状態で成長しているものの依然として弱い状態で 日本列島の、えー、関東地方に接近していることがお分かりいただけるでしょうか。えー、しかも27日の3時からですね、天候が行われて、えー、進行方向が北の方角へ20キロの速さで進んでいます。これはママチャリと同じぐらいのスピード。ママチャリを全速力でこがないと出ないぐらいのスピードです。で、28日の3時からですね、さらにいい天候が行われて、ここから 北東の方角へ進路を切り替えます。この進路の切り替えが、偏西風が影響しているということはですね、私昨日の動画でもお話しした通りです。日本列島上空1万メートルを流れですね、流れるこの偏西風によってですね、台風がこのように押し流されていくことで天候が行われるという、 可能性が極めて高いです。まあ、偏西風だけの、偏西風が100%影響しているということではないんでしょうが、まあ、大体この天候が行われる原因というのはですね、この偏西風の流れに乗って、えー、押し流されていくというのが、この天候を、台風が天候して北東の海上へ去っていってくれる最も大きな要因となっています。 でおります。ね、29日、えー、午前3時の予報、標、えー、別は台風のままなんですが、日本の東、えー、北東方向に45キロ、だいぶスピードを上げています、北東方向に45キロの速さというのは、これはですね、まあ、原付バイクぐらいの速さですね、偏西風の流れに乗っている可能性が高いことを示す予報となっております。 中心気圧は990ヘクトパスカル。成長発達していますね。中心付近の最大風速も25メートルにまで上がってきてはいるんですが、かなり日本列島から遠く離れた東の海上に離れていってくれています。そして30日3時の予報、こちらの予報円ですね、えー。温帯低気圧、えー、存在地域は日本のはるか東の位置。えー、進行方向と速さは北東方向に60キロですから、これは大体、えー、自動車と同じぐらいのスピード。中心気圧984ヘクトパ ファスカルにままで下げてて勢力が増しています最大風速、毎秒25メートルにまで維持した状態ではありますが、もう日本の遥か東なので、さほど大きな影響、日本を本土へ与える影響というのはない予報となっております。これは気象庁の一番先の予報ですね。米軍の最新情報も見てまいりましょう。台風18ウエストノル台風16号ですね。そしてもう一つ、小笠原諸島の南の海上にあるのが、96ウエスト赤い予報円。 こちらは熱帯低気圧形成警報となる熱熱帯帯上乱、熱帯低気圧の形成を表す赤い予報円と赤い予報円じゃないな赤い熱帯上乱の円となります衛星画像こちらの発行時間は1周タイム25日の18時 00ズールですから本日26日の午前3時の時点の衛星画像となります。先ほどはですね、TCFA、えー、つまりトリピルサイクロンフォーメーションアラート、熱帯低気圧形成警報のですね、新流予想図が示されていたんですが、イオ島の付近ですね、ありましたが、ちょっと今はなぜか出ておりません。後ほど最新情報が出ましたら、更新させていただきます。 えそれでは、こちら、トロピカルティビットの GFS モードでも見てまいりましょう。どのような動きをするのかということなんですが、ちょっと見づらいんですが、日本列島がこちらの位置にあります。で台風17号、クラーの動き、えー、関東地方に近づいてはくるんですが、最接近して上陸する進路予想にはなっておりません。え先ほどご覧いただいたあウィンディの GFS モードと同じような進路予想をたどって、えー、北東の方向へ、 対散していきます。そしてですね、南シナ海に新たに現れる台風18号、ローキーの候補となる卵らしき熱帯低気圧の等圧線が現れ始めるんですが、こちらも西の方角、ベトナムへ上陸する新量想となっております。で、この後台風19号、 ソンカーの候補となる熱帯低気圧の等圧線も現れ始めるんですが、こちらもですね、同様にベトナムの方角へ向かって西の方角へ精神して日本列島へ近づいてこない進路予想。まあ、このようなあ一連の動き、えー、トロピカルテビットの GFS モードの、GFS モードの最新情報となります。ということで、それではまとめに入りましょう。えー、やはりですね、心配されるのが日本列島へ向かって で近づいてくる、えー、台風17号クラーの進路予想になりますが、まあ、いずれもですね世界各国気象機関の進路予想を比較してまいりましたが、えー、弱い勢力のままあ、まあ、小笠原諸島近海はどうしても通過する進路予想をたどってはしまうもののしかしながら日本列島本土関東地方へ最接近はしてこない位置でですね 天候が行われて偏西風に流される形で成長発達と続けながら北東方向へ退散してくれる進路予想ということでほぼほぼ一致しました。だからこの予報が絶対100%当たるという、あのー、保証はできませんけれども、まあ、おおむねですね、えー、まあ、さほど心配するうこの台風17号クラーでは ないとお言いたいところなんですが、この小笠原諸島近海にお住まいの方々はですね、やはり台風にす成長、発達した状態で通過していきますので、警戒をつめ強めていただく必要があるということです。これはウィンディのサンボードのみならずですね、気象庁の最新情報でもそうですし、小笠原諸島がこの位置にありますから、 そして、米軍の衛星画像の位置をご覧いただいてもですね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。今後の最新情報を十分に注意しながらですね、こまめに最新情報をチェックしていただきたいと思います。ちなみに、気象衛星ひまわりの衛星画像ですね、本日9月26日の5時10分までの気象衛星ひまわりの映像を 見ましてもですねもうすでに台風17号、クラーの候補となるこの雲画像、小笠原諸島の南の海上に発達して出てきているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。上に見えるのが日本列島なんですが、今後の最新情報、十分に注意しながら、あこまめにチェックをなさっていただくことをお勧めいたします。 ということで、えー、東台風速報チャンネルですね、今後も台風に関する最新情報、速報でお伝えしてまいります。台風の動向が不安で心配で夜も眠らない方以外もですね、ぜひチャンネル登録の方をしていただいて、台風に関する最新情報を速報で入手,して入手していただくことによって、防災に最大限にお役立てをいただければと思います。私からは以上となります。 おりませんドイ,ツドイツ気象局台風17号クーラーの候補となる熱帯低気圧ああ失礼しましたえー、っとね29日3時の予報29日3時の予報が南西の南あ違う、えー、失礼しました北北西に進みながら千島 父島の南約,、えー、約290キロの位置ですね。